福島県富岡町で被災し、栃木県那須町で再スタートを切った高橋さんの心には、ふるさとに帰りたいけど帰れないという葛藤がありました。本当富岡に戻りたいという気持ちはあるんだけど、この年で戻ってどうするっていう、そういう気持ちもあるんだよな。まだ解除になってねえから、半ば諦めてもここにこう永住するしかねえべと思ってんだけど、時として富岡にこう家でも建てて戻れねえのかとかね、そういうふうに思う時が出てくるんだ、時々そういうふうに思うの。だからいまいちやっぱりここで死ぬのかっていうのがピンとこねえんだよな。いつかは富岡に、そう思いながら栃木で花見山の完成を目指す高橋さん。完成後は離れ離れになった東雲の会のメンバーとの絆となることを願っています。いや、すごく楽しみ。もうそれがあれ楽しみで、もうだから早く春になんねえかな、春になんねえかなとこう思って冬を過ごすわけ。みんながこう集まれるような場所になればなおいいかなという、そういうふうに思うな。そしてもう一つ大切にしているのは、一瞬でかけがえのないものを奪う津波の恐ろしさを伝えることです。海の近くの田南町って浪江町のな、あとみんな車で逃げようとして、もう大渋滞になって、もう微大地も動かねえわけだよ。車がダーッと流れたの全部流された。あと俺の教え子もしばらく経ってから見つかりましたという報告が来て、津波でこう遺体になってこう発見されましたっていう。だからあれはショックだったな。だからやっぱり判断、あれはいろんな。100年後に震災で死ぬ人を出したくない、その悲しみを教訓に変えて。自然災害の場合はみんながこうするから怖くないではダメ。まずは命を大事にして逃げること、だそのためには情報をちゃんとしっかりつかむこと、単なる記念碑じゃなくて、あんな記念碑なんかだんだんあれになってる、何これなんて、なんでこんな壊れたのあんのなんていう感じになっちゃうんで、1年に1回ぐらいはこう子供らにこう伝えるとか、そういうのあった方すごくいいと思う。